まず、針板を取り外します。プラスチック部分を手前にスライドさせて外し、ボビンを取り出します。スリポンのボルトを緩めます。ここで通常のドライバーを使用するのは難しいですが、コインのような平らで短いものでうまくいきます。上に持ち上げると金属部分が外れます。ボビンケースを取り出します。ここにはホコリがたくさんある。もっとひどいものを見てきた。小さなブラシを使用してホコリを取り除きます。ブラシにくっついてしまいます。ここで圧縮空気を使用することはおすすめしません。粉塵が届きにくい場所に吹き飛ばされる可能性があります。それはすべてクリーンです。今度は再び組み立てます。ボビンケースをスライドさせて戻し、金属プレートを配置し、ボルトを固定し、そして最後のステップで、プラスチックプレートを再度取り付けます。さあ、準備完了です。